はい、どうも、トラキチの無課金ハオロードオリックス純正編です。今日でログインが、664日目ですね。はい、現在2021年、10月2日の午前9時27分なんですけども、今回はですね、A ランク受注ミキサーをねちょっと5回やろうかなと思います。はい、まだまだねちょっとオリックスの A ランク選手集めていきたいんでね、12球団編から、移行して9月14日にね、オリックス純正に移行したんですけども、まだまだちょっとこの A ランクレベルマックスの選手も入れながら、オリックスの A ランク選手を集めていきたいなと思ってます。5回いきます。はい、その前にですねプロスピ応援団ですね、あと2日と5時間残ってるんですけども、現在までの進行状況ですね、まだ累計終わってません。はい、2000万累計獲得より2000万終わりましたんで、もうだいぶゴール見えてきました。はい、自チーム確定スカウトね、前回のこのオリックス純正編の動画で自チーム確定スカウト10回やりまして、S ランク選手もね出ましたんでね、ボーナスだいぶ増えましたんで、結構だいぶサクサクいくようになってたかなと思ってます。はい、ここまで使ったエナジーが46エナジー使いました。はい、でボーナスなんですけども、ボーナス選手今 375% ということで、自チーム確定スカウトでねこの山岡選手 S ランク出てくれましたんで、もう調合にしてボーナスを増やして、今一人でもうボーナス 75% ありますんでね、だいぶこれは助かりましたね。はい、あと A ランクの選択で、このアカウントオリックス純正だけでやってるんでね、この谷選手も2枚引きまして、でランダムでシコースキー選手もホーナー選手ということ で、あと A ランク、A ランクじゃない、自チーム確定スカウトで来たこの増井選手、紅林選手、足立選手、 T 岡田選手、この4名でと、あと B ランクのランダムで来た稲葉選手ですね。これでプラス375ということで、結構ねイベントボーナスきましたんでね、これでそうですね、結構サクサクいくようになったという感じなんで、あともう1日あれば累計、この累計のね S ランク OB 契約書第1弾これ取れると思いますんでね、またおそらく次回のこのオリックス純正編の動画で累計の開封できるかなと思ってます。はい、谷選手ぜひ出てほしいですね。はい、それでは、A ランク自チームミキサーね、5回しますんで、一応欲しい選手を確認しておきます。はい、シリーズ2で言いますと、一応ね吉田選手と紅林選手ね、もう極み分の A ランクあるんで、できればヒギンス選手、伏見選手、田島選手あたり、シリーズ2で来てほしいかなという感じですね。はい、でシリーズ1ですと、S ランク持ってて、極みじゃないのがこの山崎選手で、この比嘉選手は覚醒させますと A ランク極みになりませんので、A ランク3枚で1枚覚醒させて途中2位までしかいかないんでね、比嘉選手も欲しいですね。であと S ランク持ってて極みじゃないのは杉本選手で佐野選手ですね。はい、この辺りが来てくれると原因と続きできるっていう感じなんでね、一応山本選手と吉田選手はもう称号用もあるんで、それ以外やったら結構いいかなと。紅林選手と山岡選手も称号用という意味ではあと1枚ぐらい欲しいんでね、そのあたりも来てほしいかなと思います。はい、山本選手と吉田選手以外で、来てほしいかなという感じですね。はい、それでは、A ランク自陣ミキサー5回やりますんでね、まず1回目いきます。上からいきます。1、2、3、4、5枚、山本選手と吉田選手以外やったら結構誰でもいいです。お願いします。1回目、できればね S ランク持ってる極めじゃない選手の A ランクが一番いいかなと思うんですけども、まだまだね幅広く集めたいんで。おお、早い。山崎選手いいですね。山崎選手これでトップ3までいきますね。はい、いや S ランク持ってる極めじゃない選手来ました。いきなりよかったです。はい、いいですね、幸先。それでは2回目いきます。2、3、4、5枚ですね。で山崎選手まだもう1枚来てもいいです。お願いします。さあ、S ランク持ってる極めじゃない選手、山崎選手とか杉本選手とか佐野選手とかね、そのあたり比嘉選手とか来てほしいです。さあ、誰？ジョーンズ選手。これジョーンズ選手、僕これでね A ランク6枚目ですね。S ランク持ってないんでね、ぜひ S ランク欲しいですね。これで A ランク6枚ですわ。そっか、ジョーンズ選手ももうちょっと来てほしくないですね。はい、続きまして3回目いきます。1、2、3、4、5ですね。S ランク持ってる極みじゃない選手の A ランク欲しいです。いきます、3回目。
さあ、まあ吉田選手、山本選手、ジョーンズ選手以外でできれば来てほしい。佐野選手とか来てほしいな。さあダメ。T 岡田選手、これで T 岡田選手は A ランク2枚目ですね。はい、まあいいですね。 T 岡田選手でいいです。 S ランクは持ってません。はい、続きまして4回目ですね、1,2,3,4 ですね。はい、誰かな、吉田選手と山本選手とジョーンズ選手以外で来てほしいなと思います。いきます。来い。さあ吉田選手、ジョーンズ選手、山本選手以外。さあダメ。ジョーンズ選手か。ジョーンズ選手、これで、まあ、7枚目ですね。うん、来るな、ジョーンズ選手。はい、7枚目か。ちょっと厳しいな。S ランクないんでね、ちょっとね、7枚あってもね、なかなか厳しいんですけど。はい、まあまあいいです。はい、最後、5回目いきます。1,2,3,4,5 ですね。はい、ジョーンズ選手と山本選手と吉田選手以外で来てほしいです。いきます、5回目、最後、お願いします。さあジョーンズ選手はもういいよ、もうこっといてほしい。さあ最後5回目、誰。ほう、伏見選手。はい、シリーズ2ですね。伏見選手はね、 A ランクも S ランクも持ってませんでしたんでね、これは結構いいかなと思います。はい、まあ、キャッチャーね、一応まだ若月選手とかね、 A ランクの選手なんでね、まあ、ぜひね、今後ちょっとキャッチャー S ランク早めに欲しいなと思ってますんで、まあ、藤見選手の A ランクは非常にいいかなと思います。はい、はい、5回やりまして、結局藤見選手、ジョーンズ選手2枚、 T 岡田選手1枚、山崎選手がね、S ランク持ってますんでね、まあ、非常に良かったかなと思います。ジョーンズ選手ね、今後ちょっとまだまだ出そうやったら、ちょっと枠潰しに入れていきたい、入れたいなというぐらいですね。はい、ちょっともう7枚目なんでね、もうこれ以上はちょっとあんまり増えてほしくないかなと。 S ランク持ってたらね、全然いいんですけども、 S ランク持ってませんのでね、ちょっと厳しいかなと思います。 T 岡田選手が A ランク2枚目で、伏見選手は A ランク初めてですね。はい、まあ結構良かったかなと思います。一応山崎選手来たっていうのは非常に大きいかなと思いますね。はい、良かったです。はい、まあ、今回 A ランク自チームミキサー5回やりましてね、一応まあ現状届ける選手も出ましたんで、まあ、結構良かったかなと思います。はい、まあ、プロスペオイナーの方もあと2日と5時間ありますけどね、もう多分あと1日あればいけるかなという感じなんで、まあ、次回、S ランク契約書 OB 第1弾の、ね、契約書を開封して、ぜひ谷選手出ることを祈ってね、もうちょっと頑張りたいなと思ってます。はい、今回こんな感じですね。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉の無課金ハオーロードオリックス純正編でした。